カルロス・マニュエル・ビア・ヌエバ・ポーリーノは、ドミニカ共和国、サンティアゴ州サンティアゴ・デロス・カバリエロス出身の、元プロ野球選手。宇ト・右打ち日本語では、ビラ・ヌーバ、ビラ・ヌエバ、ビジャ・ヌエバなどとも表記される。2002年3月4日にサンフランシスコ・ジャイアンツと、契約。この年は、参加のルーキー級アリゾナリーグ・ジャイアンツで19試合に、登板し、 4勝0敗3セーブ、防御率0.5923奪三振の成績を残した。2003年は、ルーキー級アリゾナリーグで12試合に登板し、3勝6敗、防御率3.9767奪三振の成績を残した。2004年3月30日に、レオ・エストレイや、ウェイン・フランクリンとのトレードで、グレン・ウッドラードと共に、 ミルウォーキー・ブルワーズに移籍した。この年は、A 級、ベロイト・スナッパーズでプレイし、25試合に登板して8勝8敗、防御率3.7713奪三振の成績を残した。2005年は、A 級ブレバード・カウンティ・マナティーズでプレイし、21試合に登板して8勝1敗、防御率2.32124奪三振の成績を残した。 8月に AA 級ハンツビルスターズへ昇格。4試合に登板して1勝3敗、防御率7.4014奪三振の成績を残した。オフの11月18日にブルワーズとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2006年1月31日にブルワーズと1年契約に合意。 3月21日に AA 級ハンツビルへ配属され、そのまま開幕を迎えた。5月22日にメジャーへ昇格し、5月23日のシンシナティレッズ戦でメジャーデビュー。4点ビハインドの8回裏から登板し、1回を1、アンダ無失点2奪三振に抑えた。5月27日に AA 級ハンツビルへ降格。6月9日にホルヘデラロサが、 故障者リスト入りしたため再昇格した。6月14日のシンシナティレッズ戦で初先発し、6回を無失点に抑える高騰を見せたが、その後は結果を残せず、7月6日にトリプル A 級ナッシュビルサウンズへ降格。9月11日に再昇格した。9月15日のワシントンナショナルズ戦では6回を2、アンダー1失点に抑え、 メジャー初勝利を挙げた。この年は10試合に登板して2勝2敗、防御率3.6939奪三振の成績を残した。2007年2月25日にブルワーズと1年契約に合意。開幕後はリリーフとして定着し、53試合に登板していたが、先発に転向するため、8月21日にトリプル A 級ナッシュビルへ降格。 登録枠が拡大された9月1日に再昇格した。昇格後は主に先発として5試合に登板した。この年は59試合に登板して8勝5敗1、セーブ、防御率3.9499奪三振の成績を残した。2008年2月22日にブルワーズと1年契約に合意。開幕から先発ローテーションに加わったが、 9試合で2勝5敗、防御率6.43と落ち込み、5月下旬からリリーフに配置転換された。その後はリリーフとして定着した。この年は47試合に登板して4勝7敗、1セーブ、防御率4.0793奪三振の成績を残した。2009年2月27日にブルワーズと1年契約に合意。この年は、 トレバー・ホフマンの離脱時にクローザーを任されるなど、自己最多の64試合に登板したが、4勝10敗、防御率5.3483奪三振と不振に、終わった。2010年1月26日にブルワーズと95万ドルの1年契約に、合意。開幕からリリーフとして登板していたが、7月28日に、ラトロイ・ホーキンスが、 故障者リストから復帰したため、トリプル A 級ナッシュビルへ降格した。選手登録枠が拡大された9月1日に、最小格。昇格後は5試合の登板にとどまった。この年は50試合に登板して2勝0敗1セーブ、防御率4.6167奪三振の成績を残した。ブルージェイズ時代2010年12月3日に後日。 発表選手とのトレードでトロントブルージェイズへ移籍した。2011年1月16日にブルージェイズと141万5000ドルの1年契約に合意。リリーフとして開幕を迎えたが、先発陣であるジョジョレー,ースやカイルドレーベックの不調もあり、5月下旬から2年ぶりに先発に復帰。その後は先発ローテーションに定着していたが、8月4日に、 右腕の故障で15日間の故障者リスト入りした。8月31日に復帰。復帰後は、ルーキーのヘンダーソン・アルバレスが先発ローテーションに加わったため、リリーフに復帰した。この年は33試合に登板して6勝4敗、防御率4.0468奪三振の成績を残した。 2012年1月17日にブルージェイズと2277,500ドルの1年契約に合意。前年同様リリーフとして開幕を迎えたが、先発陣のドレーベックとルーキーのドリュー・ハッチソンが6月に故障で離脱し、さらに両者ともにトミー・ジョン手術を受け長期離脱したため、再び先発に復帰。シーズン終了まで先発ローテーションを守った。 この年は38試合に登板して7勝7敗、防御率4.16122奪三振の成績を残した。オフの10月29日に FA となった。2013年1月26日にシカゴカブスと総額1000万ドルの2年契約を結んだ。先発として開幕を迎えたが、5月にリリーフの藤川球児とショーンキャンプが故障で離脱した。 ため、リリーフに配置転換した。その後もクローザーからリリーフに降格したカルロス・マーモルがディエフェになるなど、チーム事情からリリーフとしての起用が続いていたが、7月に先発のスコット・フェルドマンやマット・ガーザが移籍したため、先発に復帰。8月から2年目のクリス・ルーシンが先発ローテーションに定着したため、再びリリーフに戻った。 この年は47試合に登板して7勝8敗、防御率4.06103奪三振の成績を残した。2014年は先発として開幕を迎える予定だったが、開幕直後に延長戦が続いたため、リリーフとしてスタートした。4月6日のフィラデルフィアフィリーズ戦から先発として登板し、この日は5回を1失点に抑え勝利投手となり、 最先の良いスタートを切ったが、その後3連敗を喫し、5月からリリーフへ配置された。7月に、先発のジェフ・サマージャとジェイソン・ハメルがトレードで移籍したため、7月5日のワシントン・ナショナルズ戦で先発として起用されたが、2回を5アンダー4失点と打ち込まれたため、その後はリリーフに固定された。地区再開が濃厚となった9月からは、 リリーフの起用がザック、ロスカップや、ニール・ラミレスなどの若手に切り替わったため、3試合の、投板にとどまった。この年は42試合に投板して5勝7敗に、セーブ、防御率4.6472脱三振の成績を、残した。オフの10月30日に、FA となった。2015年2月4日にセントルイス・カージナルスと、マイナー契約を結び、 3月30日にメジャー契約を結び開幕25人枠入りする。この年は35試合に登板して4勝3敗にセーブ防御率2.6255奪三振の成績を残した。11月2日に FA となった。2016年1月14日にサンディエゴパドレスと1年150万ドルで契約を結んだ。 この年は51試合に登板して2勝2敗1、西部、防御率5.9661奪三振の成績を残した。オフの11月3日に FA となった。2017年2月24日、韓国プロ野球のハンファイーグルスと契約。20試合に登板し5勝7敗の成績に終わり、同年限りで退団した。 ハンファ時代の2017年5月21日に、先発で登板した、サムスン・ライオンズ戦において、相手先発のただカンが、打席に入っていた金体金に支給を当てた。怒った金体金がしばらく、ただ森ンを睨みつけたため試合が一時中断し、警告試合になったが、ただ森ンは自打者のウィリン・ロサリオにも、支給を与えたことで、激しい乱闘が発生。 ビアヌエヴァはこの時に、同僚の低原石と共に、サムスン所属の京アキラ級、こうさぐ系と殴り合いの大喧嘩をしてしまい、退場処分になった。なお、一連の乱闘では、ロサリオ、ザック、ペトリック、金在マサルも、暴力を理由に退場を宣告されている。騒動後には6試合出場停止の懲戒を受けた。この事件は両チームの先発投手が乱闘で同時に、 退場となった韓国国内唯一の事例であり、また一試合のうちで退場になった人数も久保の歴代最多となったため、現在に至るまで非常に悪名高い乱闘事件の一つとして記録に残っている。リリーフと先発の両方をこなすことができる。ブルージェイズ遺跡後は主にロングリリーバーや故障者が出た場合の先発を務めるスイングマンとして起用されている。球種は 平均89マイルの速球と、チェンジアップ、スライダー、カーブ。決め球は、チェンジアップで、2010年には、脱三進率11.45を記録している。一方で、球が、高めに浮きやすく、基本類打が多いのが、最大の弱点である。ありがとうございます。